先日グリーンファームに行ってきました。小さなつぼみのようだったブドウの赤ちゃんが立派な大人へと成長していました。まだ人生も知らないような初心なブドウは綺麗なグリーンでした。そしてとても硬くて、これから柔らかく熟していくのが楽しみになりました。落ち込んだ時もいつでも笑顔でおかえりなさいと迎えてくれる家族のように順調に成熟してほしいなと母の気持ちになりました。